打つので、その分バッターは加速してるので、球に到達が早い、すごい足早選手にとってはすごい良い、内野手にとってはいい当たり。これは長打になるかどうか、レフト線。このイニング2本目のヒット。さあ4番の須原の前に2人ランナーがたまりました。さあ山根さん、形は作りましたね、塩野義。はい、はい、ただここで須原選手が外野フライ1塁2塁ですね。はい、1塁2塁とワンアウトランナー2塁1塁、抜いてくるボールうまく捉えてセンターの前落ちた。セカンドランナーは3塁を回ってホームに帰ってきました。塩野義は同点に追いつきました。1回の裏です。4番の須原、同点タイムリーヒット。今最後こう片手で拾うような雰囲気もありましたね。バットコントロールうまいですし、本当にいいバッターだと思います。